こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。私がオーストラリアアマゾンサポートを続ける理由。奴隷解放宣言。私の転売ビジネスサポート歴は10年を超えます。月30万円儲けるスキルが実際に身につくサポートを提供しているから10年間続いています。出版もしました。 2010年に輸入ノウハウの本、2013年に輸出ノウハウの本を出版しました。およそ30回も転職を重ねた秋っぽかった私が、なぜ10年以上も転売サポートを続けているのか。何人かの社畜を救いたい。日本を元気に、みんなの笑顔を、そんな大それたことは考えません。 何人かの人が私の本やブログ、動画を見て、いいね、自分にもできるんじゃないと思った人に輸出ビジネスのスキルを教えたい。すでに何人かの人は社畜から脱出済みです。何人かの人が喜んでくれて、私も暮らしていけるなら続ける意味がある。そんなわけで私は10年以上転売ビジネスを教え続けています。 輸出ビジネスで稼ぐスキルがあれば、世界中どこでも暮らせます。アメリカ、ナババレーのオーパスワン。オーストラリアのシドニー。ギリシャのアテネ。インドネシアのバリ島。中東のドバイ。 これらの場所を旅行しながら私は暮らしています。好きな場所で暮らせて感謝されるなんて最高で仕事を見つけたと感謝の日々です。Amazon に出会えて感謝。通常ビジネスを覚えるには最低3年はかかります。私も3年がかりで胸金を使い、回り道をして妻の嫌みに耐えながら3年かけて稼げるようになりました。 ところが、アマゾンを使えば、わずか半年で結果が出ます。何しろやることはシンプル。買い物した商品を高く買ってくれる人に売る。たったこれだけ。自力で稼ぐ方法を身につける、私自身が欲しかった副業サポートサービス。私が作ったサービスは、副業でパソコンを使って稼ぎたい。でも何をすればいいか、何をすれば稼げるのかわからない。 そんな昔の私が欲しかった副業サポートサービスです。会社勤めを何年続けても自分で稼ぐスキルは身につきません。輸出ビジネスに出会って自力で稼げるようになって私は自由になりました。自由になるためには自力で稼ぐスキルが必要です。私はインターネットを使って稼ごうと決めてから実際に稼げるようになるまで大変な回り道をしました。 稼ごうと決めてから実際に収入を得るまでに3000万円以上の無駄金と3年の月日をかけています。あなたには回り道をせずに最短距離で稼いでほしい。あなたは最短距離で輸出ビジネスを身につけられる。私はあなたにサポートをして喜ばれ好きな場所で暮らせる。こんな素晴らしい仕事はないなと感謝の毎日です。 そんな思いで私は輸出サポートを提供しています。日本に住んでいて日本語がわかるという日本人なら当たり前のことが稼ぎの種になる輸出ビジです。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから10年間物販サポートを続けることができています。これから初心者が副業を始めるならオーストラリアアアマゾン室が一番です。わずかな投資で 一生稼げるスキルを身につけるチャンスです。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン室マニにある特別モニター募集ページを見てください。いくらでどんなサポートを提供しているのか。オーストラリアで高く売れている商品はどんな商品か。それらを紹介しているページに飛びます。こちらをクリックしてください。なお、今 YouTube 動画をご覧になっている方は、動画のこの部分をクリックしても何も起こらないと思います。 動画を見ている方は、動画説明欄の URL をクリックして、オーストラリアアマゾン室マニュアル特別モニター募集ページを見てください。アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。